今日のたわわの輪はアスパラガスを紹介します。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。お邪魔します。うわーすごーい。アスパラガスってこんな風に生えてるんですね。見てください、これ地面からニョキニョキっと生えてます。やってきたのは日置市吹上町。こちらは生産者の堂園さんです。こちらにこう育っているアスパラガスって出荷時期っていつなんですか？2月の末から始めます。春なんですね。じゃあそうです、あの春芽っていうのはこの小さいっていうか子供だけで出てくるんです、うん、はいはい、これだけ、うん、それを約40日ぐらい取って、はい、あとはこの親株を親を立てるっていうんですかね。じゃあこの大きいのは親株っていうんですね。そうです。春が旬の春芽は2月末から3月末頃まで、今が旬の夏芽は5月中旬から10月頃まで出荷されます。親株を育てるのがまた大変なんですよね、うん、欲を出さずにしっかりした親を残して出そうっていうことですよね。親株と子供はやっぱちょっと似たりするんです？大体似ますよね。親がしっかりしてればしっかりしたのも出るし、うん、細ければ細いのしか出ない。ここで収穫を体験させてもらうことに。この子でいいですか？この子また長いですね、はい、ねよし、じゃあこの子を下の方をパチンと、はい、おー大きいですね。すごい、収まりきらないこの根っこがまた皮をむいて、うん、きんぴらみたいにしても美味しいですよ、アスパラガスのおすすめの食べ方は経済連のホームページをチェックしてくださいね。アスパラガスを育ててる時に嬉しい時ってどんな時ですか？まあ朝来て、うん、あの元気なのがいっぱい出てればやっぱりそれが一番の嬉しいですね。他の生産者の方もそうですよ、出てればね、みんな顔が生き生きしてる。10月11月まで待って来年の春芽がたくさん出るように、それを思いながら作業します。吹上町のアスパラガスは県内の A コープやおいどん市場、生協などで購入できます。取れたてっていうかね、新鮮っていうか甘みがあって美味しいですよ。サラダでもいいしね、素揚げでもいいし、食べ方もいろいろですねもう新しいアスパラを美味しく食べてくださいってしか言えないですねここで番組からのお知らせです。アスパラガスを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。